フランス共和国臨時政府は1944年6月3日に北アフリカのアルジェで成立した臨時政府。8月のパリの解放とともにパリに移転し1946年10月27日にフランス第4共和制が成立するまでの期間、憲法制定とフランスの統治に当たった。臨時政府はシャルルド・ゴールが率いた自由フランスと 北アフリカにいた旧 BC 政権軍が合同して成立したフランス国民解放委員会を前進としている。1944年5月26日に国民解放委員会は自らをフランス共和国臨時政府に改組する布告を出し、6月3日に正式に発足した。しかし連合国の多くはすぐに承認しなかった。8月25日、 パリのドイツ軍が降伏した同日にドゴールがパリに入り8月31日には政府も正式に移転した10月23日にアメリカ合衆国イギリスソビエト連邦が臨時政府を承認したドゴールの元臨時政府はフランス政府として第二次世界大戦末期を戦ったしかしフランス国内で行われた各種の選挙でドゴール派は振るわず フランス共産党、フランス社会党、人民共和派といった左派が躍進した。1945年10月21日に行われた憲法制定のための政権議会選挙でも、左派3派が躍進し、共産党が第一党となるなど、全体の80%を占めた。旧進党や民主同盟といった右派やレジスタンスは振るわなかった。1946年1月20日に、 突如、ド・ゴールは辞任し、社会党のフェリックス・グーアンが政府主席となった。1946年5月5日に憲法草案が制定されて国民投票が行われたが否決された。このため6月2日に再度政権議会選挙が行われた。人民共和運動が第一党となったため、6月24日にジョルジュビドーが主席となった。 憲法草案が再度作成され、10月13日に国民投票を行い決定された。これを受けて10月27日に憲法が施行され、第4共和制がスタートした。臨時政府は、BC 政権は違憲であるとしており、1944年8月9日に BC 政権が発した、諸法令は無効であるという布告を出した。反ユダヤ法や、 反秘密結社に関する法律、特別裁判所を設立する法律が無効となったが、有効とされた法律もあった。また民兵団や保安部隊といったビシー政権が、樹立したコラボラシオンの民兵組織が解体された。自由フランスは、戦時中のブラザビル会議で、戦争協力と引き換えに、植民地の自治拡大を約束していた。臨時政府は、植民地を、 フランス連合に改組するという政策を打ち出したが、基本的に以来の植民地保持政策は変わらなかった。フランス領インドシナではベトミンなどの独立運動が高まり、植民地に成立した諸政府とフォンテーヌブロー会談を行ったが決立し、第一次インドシナ戦争が勃発した。シェフジュグーベルナマンプリバイズヤデラレプルブレイク、フランセイズと称され、日本語では 首相や大統領とも訳される。臨時政府自体は10月27日に解消されたが、主席は1947年1月16日のバンサンオリオール大統領就任までの間、フランスの国家元首を務めた。ありがとうございます。